みなさん、こんばんは。何今の？ ね、なんで A ハモるの？で、なんで A ハモれるの？ 今よかったよね。こ んなんええね。皆さん、こんばんは。イノブラディオの時間でございま す。皆様の何かの暇つぶしにでも使っていただきたいラジオ放送でございます。朝、準備しながら仕事の通勤中、仕事中、帰ってきて料理作りながら、お風呂入りながら、寝る前の睡眠のお供に、お酒のお供になどなど、多種多様な場面で使っていただければ幸いです。というわけで、これが4回目ですね。受けてないですね。ゼロ伸びですよ。ゼロ伸びですけど、まだ続けるんですね。なぜかというと、コスパがいいからなんですね。楽なんですね。楽しいしね。録音するだけでいいんで、楽なんで、続けさせていただこうかなと。で、これね、受けてないくせに、やめたらやめたで、イノレディ好きだったのになくなっちゃうのっていうね、やからがいるんですわ。ね、コメントにスーパーサンクスでも残してけよ、じゃあって思いながら、やらせていただこうと思います。早速コメント拾っていきたいと思いますけども。 ドッグブリーダーがブチ切れるとこうなりますっていう、結構古い動画なんですよね。もう、僕がスープラポンにブチ切れまくる動画なんだけども、まあ1年以上もう前の動画なんだけど、これがじわじわ後伸びしてまして、今数十万再生されております。増えたね。で、コメントも、毎日この動画にね、いただいてるんですけども、まあ僕がね、こうスープラに切れ倒してスープラが震え上がるというね、動画なんですけども、その動画にこうやりすぎだよっていうコメントが結構あったりとか、いやいや、このぐらいしつけやんないとダメだよっていうね、コメントが結構賛否両論と、まさにこのことで両方の意見がね、たくさん寄せられて、で、それが原因、勝因で多分ね、動画が伸びてるんですわ。ね、しつけはしっかりと、他の子たちに対する見せしめにもなるわけかとね、こういったちょっと違う観点からのね、あ、なるほどね、こういうふうにしつけることによって、その周りで見てた犬たちもね、やばいやばいやばいっていうね、まあ学校の先生に近いよね。誰か不良が一人怒られて、僕は40歳だけども、僕ぐらいの年齢の人はね、あるあるだったと思うけども、まあ悪いやつがね、先生にぶん殴られたりとかしてるんだよね。で、そういうのを見て、いやー、やばいな、俺らはああなんないようにしようっていうふうに僕はグレずに済みましたけども、おっしゃる通り、他の子はこういうのの周りでね、やっぱりこう一定の距離を置いて、やばいやばい、怖い怖いっていう顔して逃げてるんですね。おっしゃる通りでございます。で、この動画ね、本当に素晴らしい後伸びの仕方、もうザ・後伸びっていう感じで、まあ内容がね、そう、なかなかね、いい内容なんだよね。あ、こういうふうに怒るんだっていうね。むしろ優しすぎない、もっと強くいかないと、とかね。ね、これはやりすぎ、さすがにね、こんなことやったら犬がかわいそうっていうコメントもたくさん。あとは、近所迷惑とかね。四字熟語だもん、これ。四文字だけ。近所迷惑ってね。近所うちはいないんでね、大丈夫なんだけども。ね、あと、お子さんもこうやってしつけてるんですかっていうね、偏屈なやつね。こいつのことは誰も好きな人いません。偏屈。なんかさ、この動画さ、でもさ、序盤はさ、ほとんどのほのほしててさ、終盤でなんか怒ってるだけじゃん。ああ、そうなんだ。そうそうもう忘そう。れちゃったな、あこれ好のき内だ容。からさ、覚えてるけどさ、だからさ、こう、何、このアンチっぽい人たちはさ、ちゃんとこうやってさ、最後まで見たのかなっていうのを、私これ想像していなつるほもどクスッね。としてる。CM2 個ぐらいちゃんと挟んでね、そうそう。あ、見たの？ちゃんと広告見て、最後まで見て、見てんだって。なるほどね。ちょっと滑稽でもあるね。避妊去勢についての動画ですね。たくさんのネット情報を見ても避妊を勧めるものばかりで、そんな中で避妊手術の麻酔のリスクでなくなる可能性があるってはっきり言ってる、専門家の方は初めて見ました。で、この人は愛犬が、ミニチュアシュナウザーで、2歳半で避妊手術の麻酔で亡くなったそうあらでららす。らら。で、突然のことで家族の悲しみ、苦しみは言い表せないほどだったと。で、まあ、獣医師からもちろん、まあ、こう書面とかには多分書いてあるんだよね、これね。同意書そう、に契ね。約書、そう、同意書には書いてあるんだ。麻酔で亡くなるかもしれないよとか書いてあるけども、僕みたいにね、どのぐらいのリスクがあって、可能性がどのぐらいでっていう、こういう仕組みでっていうことまでは、やっぱり口頭で説明してくれないと。
まあ、だからといって避妊手術を否定するわけではないですが、避妊をさせないで愛犬と共に過ごしていく考え方にすごく共感して、こういう情報をもっと早くね自分の愛犬をなくす前に知りたかったなっていうコメントでございます。すばらコメント、すばらコメントです。コメントというのはですね、こういうふうにあるべきだと思うんですよね。僕のことを否定したって僕はどうも変わらないしね、自分のね意見をね、私こんな人だから知ってみたいなね、俺こんなやつだよみたいなね、俺はこう思ってるよみたいなことじゃなくて、そう、双方それを踏まえた上で、私はこういうふうに思っていてこの動画についてこう感じましたぐらいのことを書くのが素晴らしいコメントなんですよね。本当にこういう人を見るとね、こうなんかこうこっちもね YouTube やっててよかったなって思いますけども、まあ避妊手術含めた、犬の手術全般に言えることですけども、まあ、先日、まあ、例を挙げるとするならば、うちの、グリードとカートを引き取ってくださった里親先のね、中山さんっていううちの元バイトさんが、いらっしゃるんですけども、熱中症でカートがなくなりかけたんですね。で、まあ、それを動画で、他の動画でも話してるんで、もろもろは割愛。で、大まかに結論だけ申し上げますと、飼い主の責任なんですね。うん、もう、もろもろ意外、こう、なんつうの、こう、意図しない、こうね、不都合なことはたくさん当日あったんだけども、もろもろそれを避けるのは結局飼い主なわけだから、結局は最後は犬がどうこうなっちゃうっていうのは飼い主の責任なんですわ。で、中山さんが今度そのカートをね、こう避妊手術をしたいなと。で、僕はまあ今この動画でも話してる通り、避妊手術は反対なんですけども、まあ里親に出した手前ね、それを僕に反対する資格はないので、どうしてもね、そう止めるこうね、義理も何もないじゃないですか。寝てる？なんていうの？ピースケ、寝てる？寝た？まだ5分ぐらいやね。このターンになった時って、うん、口出しても無視されるからさ。いや別に無視してるわけじゃなくて、無視してるわけじゃないんだよ。進行してるだけでね。そうそう。そう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 。そんな、うんぐらい言うてくる。寝たかと思って。ね、そう、だから、まあ、僕はね、止める、こうね、権利がないから、こう、一応、どっちがいいと思いますかって言われたら、しなくていいと思いますとは答えるようにしてるんだけども、聞かれなければ何も言わないようにしてるんですよ。ね、もう、ね、中山さんが育ててくださってる中山さんちの犬なわけだから、中山さんの判断でいいと思ってるから、僕はとやかく何も言わないんだけども、で、そのついでに、まあ、鼻の穴を広げる、手術をするって、まあ、担当種、鼻の短いね、鼻ペチャ犬を飼ってらっしゃる方は、よくご存知だと思うんだけども、鼻がない犬種っていうのは、なんかこう、鼻で息がしづらくて、グーガ音がするんでね、ガハガハとかね。で、息がしづらいから熱中症になっちゃうとか、っていうことも、まあ、稀にあるんだけども、まあ、その辺のことも、先日ね熱中症で亡くなるそうになったっていうことをね経験したから、鼻の手術もしようかなみたいな、まあ避妊と鼻を広げる手術をしようかなっていうふうに、この間聞いたんだけども、まあ、ここで、まあ、さっきのコメントじゃないけども一つやっぱね、まあ、中山さんを批判してるね、こう否定してるわけじゃないよ、僕は大賛成だけどね、中山さんの判断ならね、であくまでみんなにも考えてもらいたいっていう話なんだけども、本当にそれが必要なのかってなった時に、大体のことが、まあ、病気で手術っていうこと以外はね、大体のことが飼い主さんが注意すればどうにかなることがほとんど 99% なんですよ。そういう犬の手術っていうのは、鼻の穴を広げたい、熱中症になっちゃうかもしれないから、呼吸がしづらそうだからってなった時に、全身麻酔をかけてまで鼻の穴を広げる意味があるのかってなった時に、じゃあ熱中症にならないように犬とうまく過ごしてあげればいいじゃん。で、うん、解決なんですね。お、いいですね。ふむふむ。ふむふむしてますね。いいですよ。ね、そうそう。息がしづらそうなんだったら、そこまで心拍数が上がらないように飼い主さんが一緒にね、過ごしてあげればいいだけの話なんですよ。うん、だから、それのためだけに麻酔を全身にかけてまで、まあ、さっきのコメントでもあったけども、2歳半でね、愛犬が亡くなってしまったと。そこまでやるっていうふうに一回にね立ち止まってちょっと考えてほしいんだよね。そう、避妊手術に関してもオスメスで犬を飼っている、でどっちも避妊も去勢もしていない、
だから合体したら危ないから、そのね、そう避妊目的、望まない妊娠を避けるために避妊手術か去勢どっちかしようかなっていう方もすごく多いんだけども、それも結局飼い主さんがヒート中に気を張ってれば避けられるんだよね。おむつするとかね、そのまあヒート中、まあ前後じゃあ1ヶ月ぐらいかな、トータル1ヶ月ぐらいの間、合体しないようにね気を張ってあげるだけで、その麻酔で亡くなるリスクっていうのは避けられるんですよ。そういうふうに考えると、まあね、そう飼い主が頑張ればいいだけの話だからね、麻酔かけてオペするほどの犬にね負担かけるようなことではないんじゃないかなっていうのはあくまで僕の意見なんですけども、いかがでしょうか、ピースケさん。あ、難しい質問聞いてなかったんじゃないか、お前。ちなみにあの、うん、私は どっちでもいいって言うと投げやりだけど、うん、まあ、ちなみにスープラとシビックはすぐ否認したんですけどね、うんうん、でもそう、まあ、でもリスクを分かった上で否認したメリットを取ったというか、うん、まあ、それはね、皆さんいろんなお考えがあるだろうからあれだけど、うんうん、あれあれあれ、そうですね、あれあれだけど、あれだけど、そう、まあそうなんだよね。で、まあ、カートに関しても、まあ、分かりやすくね例えで出すけども、そのずっとカートは何歳、もう3歳、うん、3歳になるけども、3歳になるまでうちの犬舎で毎日、まあ、春夏秋冬外で遊んでた。で毎日走り回ってたけども、一度も熱中症にはなってないんだよね。で一度も呼吸しづらそうで困ったことはないんだよ。でそれは何でかっていうと、我々プロがしっかり管理してるからなんだよね。あ、これ以上外にいさせたら苦しくなっちゃうかもなって、これ以上走らせたら、苦しくなっちゃうかもなっていうふうに、我々プロが現場で管理してるから3年間一切気にならなかったことなんですよ。でもそれが一般の家庭のね、その中山さん家っていうお家に行った時に、熱中症になっちゃったりとか、鼻がハガハなのが気になっちゃったりっていうのは、まあ、カートが悪いんじゃなくて、やっぱり飼い主さんのそのお世話のこう、なんつうの、なんていうの、この強度というかによると思うんだよね。でもちろん我々はプロだから、当然一般の方たちよりもね、それに長けてるのは間違いないんだけども、一般の方でもそんな難しいことではないから、やっぱりこうオペするかどうかっていうね、大きい選択をするときに、やっぱこう一歩ね立ち止まって、もしかしたら自分たちが頑張って勉強すれば、自分たちが頑張って見てあげれれば、その全身麻酔は避けられるのかもなっていうふうに一回考えてほしいなとは思いますね、うん。で中山さんに、まあ、心配だからね、オペどうだったのかぐらいは知りたいなと思って、あ、オペ終わったら連絡くださいよって言ったら、え、なんでですかって言われて、なんか怪しまれてるなんか文句言われて、そうそう、なんかちゃちゃ入れてくんじゃないかなってね、ちょっとわかるけどなんか文句言われるんじゃないかなっていうそういうところに節々に、出てました嫌ですねまあ確かにね、まあ、うるさいからね、特に一般の人からしたらね、そう、あ、そんなことまで気にすんのとかね、そんな風にしなきゃいけないのっていうことがたくさんあるだろうから、なかなかねこうその辺の感覚を共有するのはね、そうプロと一般の人では難しいですよ、うん。動物も人間も最後はこうでありたい、愛されぬくもりの中で終わりたい。いまだにこのノエルが、うん、ノエルが僕に抱っこされてるね、ちょっと飽きてきたね、うん、飽きてきた、もうコメントがね全部これでね、うん、なかなかね本当になんかね、そうこの動画にはこういうコメント、この動画にはこういうコメントっていうのが大体決まっててね、 そんなにこう拾うほどでもないコメントっていうのがたくさんあるんだけど、今ちょっとパッと見つかんないんだけどね、この間見たコメントが、そんなコメント来てねえだろっていうコメントがあって何それじゃないよね、この犬レディの前回、はい、前々回ぐらいの放送のコメントで、はい、そんなにコメント来てねえだろってどういうことよ、要はお前嘘のコメント読んでんだろっていう、そうそうそう、何お前何お前コメント来てるふりしてんだよって、ね、なるほどね、すごいね、なんかふりしてねえからコメント来てるいいじゃんそれしててもさせてよ、ほっといてやれよ、うん、そうそうそう別にええやろね、誰々からのお便りですって、別に来てなくてもええやろが、うん、ほっといてやれよおもろっていうお前のコメントは読んでやったからね聞いてるかな、そうそう、ひどいわ、なんかね、なんでそんなさほっといてやれよだよ、そうそう、うん、いいじゃんって思う。
まあ、なかなかでもね、この動画を見て、こう、そういうふうに思う人がね、多いみたい。自分も、自分が亡くなるときは、こう、自分の家族とかね、愛してる人に、こう、抱きしめられてね、安らかに眠るように、生涯を終えたいなっていうね、ふうに思う人は、そりゃそうだようん、ね。多いらしいけど、なかなか、ピースケはそれこそね、医療系の専門の人だからわかるだろうけど、無理でしょう、なかなか。まあでも知識があればそれに近い形は取れる現代ではあああ、るよね。みんなやっぱ知らないからできてないっていう人は多いと思う。なるほどね。まあ、なるほど。そういうふうにできる人もいるんだ、結構。そうそう、だから制度とかさ、それこそさ、誰ああ。かの力を借りるとか、なんかいろんなことを知ってれば知ってるほど近づけるかなとは思うかな。知らない人の方がね、何でもそうだよね。なるほどね。僕もそう亡くなりたいですね。ピースケに抱きしめられて亡くなりたいですよ、最後、安らかに。安らかじゃなさそブーって言いながら、う。ブーって言ってね。ブーって言いながら亡くなりたいです。最後まで何かに文句言ってるよ、多分。なんだろうな。オムライスはケチャップちゃうやろ、デミグラスソースやろあ、とそうね。そう、そのレベルの なんか小いや、言を言っいや、て今日ね、さっきピースケと中華料理屋に、中華料理屋にオムライスがあるお店があって、そこのオムライスを食べたくて行ったんですよ。で、オムライスを頼んで、ケチャップかデミグラスソースかを上にかけるやつをね、選べますって言われて、ピースケがノータイムでケチャップでって言ったんだけど、ケチャップかって、これどうです、皆さんもね、コメントを聞かせてほしいんだけどいやも、いやいや、だってさ、なん家だで食ろえるじゃん、う。だってケチャップ家はでさ。食えるで言ったらさ、なんだろうな、例えば、なんだろうな、いや、それこそ中華料理屋さん行ってさ、醤油ですか、味噌ですかって言われたらさ、醤油じゃん。それは別に自由やろ。いや、ケチャップとデミも自い由や、でしケチャップとデミはさ、だって家でケチャップは食べれるじょ。でゃん。も家で醤油ラーメンも食べれるじゃん。味噌だって食えるやんけ。別に、でもデミはなかなかさ、オムライスのためだけにデミグラスソース作んないじゃん。まあ、あとは、まあ、単純にデミグラスオムライスがそんなに、なんて言うんだろうな、魅力を感じない。そうなんだろうね。もう本当に耳を疑いました。ねえ、ケチャップでしょ。全然コメント関係ないんだけどね。その中華料理屋で今日食い逃げを見て、で、俺ら飯食ってる、まあ、2個隣ぐらいで、大盛りのカレー食ってるおっちゃんがいたんですよ。もう70よぐぼらいよかぼな。そう、ヨよ。ボヨボのおっちゃんが大盛りのカレー食ってて、で、見てる時に、なんか無理して食ってんなって思ってたんだよね。なんかそんなにさ、がっついて、本当になんかもう、最後の晩餐みたいに食ってんのよね。これ見よがしに、腹パンパンになるまで、ブーヒー言いながら食ってんですよ。苦しいみたいな顔して。で、なんか俺らも自分の飯来て食ってったら、なんかいつの間にかそのおっちゃんがいないんですよ。で、店員さんがそれに気づいて、あれ？みたいな、この人会計してないですよねって、店内ざわついてんだよね。で、近くの席の人が、あ、そのおっちゃん、ちょっと結構前からいないっすよみたいになって、で、やばいやばいってなんかざわついてて、で、その気づいた座ってたお兄さんが、ちょっと僕外見てきますみたいなね、勇敢なお兄さんが外見に行って、で、なんかみんなもキョロ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 、あれ、さっきのカレーの人食い逃げみたいな、ガヤ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 してて、で、店員さんもめっちゃ怒ってるんだよね。困ろうよみたいあ、マジかよ、食い逃げだよみたいなね、フィリピン人かなんかの店員さんなんだけど、食い逃げだよ、ふざけんなよみたいな、めっちゃ怒ってて、で、その おばちゃんとかも、いや、いい加減にしてほしいよね、最悪だわみたいに言ってんだけど、でも、まあ、いっかみたいな雰囲気になってんだよ、店員さんがね。もう大丈夫、大丈夫、もう大丈夫、諦めるからみたいなこ後付と、けちゃおうって。片付けちゃおう、もう諦めちゃおうみたいに言ってたら、うんこするとこ、トイレのうんこするところから、そのじじいが、ぬるーって幽霊みたいに出てきて、お会計お願いって おもろかったあれ おかけお願いって言った時 現場みんな同じ顔してたよきょっと いた ズゴーみたいな あれおもろかったな。そういうことがね、ありましたよ。まあよかったよね。そんなオムライスでしたね。愛犬と子供たちと遊んだ動画ですね。子供と愛犬たちとかね、今日は泣いちゃったか、でもピースケに勝ったのはすごいよ、たくましくなりましたね、あれか。レイがずっこける動画ですね。この動画おもろいのに おもろいな、のにな。めち見ゃましめた、ちゃ皆おさん。もろいのにな、この動画。
でも、レイは強くなりましたね。泣かなくなった、本当に。あと、あんなに全速力で走んなかったよね、怖がって。なんかこうね、お兄さんになったの、これも成長というのかね。うそうだろうね、うん、成長なんだろうね、多分ね。どうやったらあんなこけ方すんの、うん、っていうこけ方もできるようになってきた、ね、運動神経だろうね、あれね、うんうん、やっぱすごいよ、子供の成長は、うん、やっぱりね、早い早いとは言うけど早いわ、うん、で、いつの間にか自分家の子でさ、こんなに早いんだからさ、そりゃ人ん家の子早いよなって思うよ、ね、人ん家の子ってさ、え、これ誰って思うぐらい成長してる時あるじゃん。おい久しぶり、あ、これ子供誰っていうぐらいさ、友達の子供っていつの間にか大きくなるけど、いやーすごいわ、本当に。泣かなくもなるし、よう喋るようにもなるし、言うことも聞くようになるしな、うん、トイレも行けるようになってきたし、いろんなことできるようになって、あと感性っていうかね、そういうのも精神的にもやっぱ成熟してきてるよ ね、 そうだね、うん、ちゃんと自分を持ってきてるっていうか、うん、来ました、見てます、おコメント、見てます、見てますおばさんと僕は言ってるんだけど、おばさんなのか本当に、まあ、多分ね。おばさんっぽいよ。見てますおばさんがね、このどんな動画にもコメントをいつもしてくれるんですよ。ほぼ全部の動画にコメントをしてくれて、ほぼ全部の動画にひらがな4文字で見てますってね、コメントしてくれる見てますおばさんがいるんだけど、この人すごい噛むんだよ。でこれ一個噛んでるのが、多分見てますって打ちたかったんだろうけど、過ぎてますって言ってるんだよね。いやいやいや過ぎてます、で過ぎてますって打った後に、あ、やばい間違えちゃったって気づいたんだろうね。でその後に見てますってまた書いてる。間違いとかいうレベルじゃなくない、ライブ来ねえかな、ね、ぜひあのしげたさんちっていうチャンネルね、下の動画説明欄に載ってますんで、うんうん、毎日のようにねライブ配信してますからね、生見てます、聞かせに来てくださいよ。保護犬の動画、まともな話なのにアンチコメ多くて草。まあね、こう僕だけに限らず、人の話っていうのはね、こうみんなまともだと思って話してるからね、本人はね。でその人と気が合う人はその話をまともだなって思ってるだけでね、うん、で僕こういう時思うんだけども、そのそういう人たちとだけ生活したいね、うん、面白くないよ人生、面白くないのかな、やっぱり面白くないよそんなの、つまんないのかな、うん、いや、そしたらそしたで文句出るよパパ。あ、うん、なのかな、出る出る、なんか、あ、そう、なんか自分とさ、自分と気の合う自分と同じぐらいの人たちとさ、ずっと一緒にいたいなって。もう僕なんかさ、結構人と関わる機会多いんでね、バスケだなんだとかね、こういろんな人とお友達になる機会がまあ多いから、思う、まあそのYouTube のリスナーさんも含めてね、思う、本当になんでこんなカスと一緒に生きていかなきゃいけないんだこの地球でって思う、なんでこの日本でこんなカスと同じ空気ね、そう吸わなきゃいけないんだって思うことがすごくあるけども、いなきゃいないで寂しいもんなのかね。いなきゃいないで、そしてさ、うん、自分もさ、こう落ちぶれていくんじゃない、変わり映えのない日常だとさ。あ、やっぱりこう、うん、メリハリというかね、人の振り見て我が振り直せって言うじゃん、うん、うん、だから終わり、終わった、今ちょっと投げたもん、喋れないからもう投げた、言うじゃんって。なんだよそれ、言うじゃんだけ、うん、そうそうそう投げやりギター侍、ね、言うじゃん言うんじゃないでしょ、言うじゃないじゃなくて言うじゃんこっち投げっぱなしの、うん、うん、なんかね、そうそう、コメントもね、そう、大体同じようなね動画にばっかされるからさ、見事な進みです、いろいろ言うやつがいるかもしれませんが、いやいやいや、これこそ男で人気のそれです、どれ、自分は仇ですが、その生き様に敬意を表します、それです射程ができた、人生で初めて射程ができました多分僕のことを頭と呼んでるでしょうね、うん、この人はね。かたぎってなんだっけ、どう、かたぎはなんつかこう、いいやつみたいな、一般の人みたいな。なるほど、そうそう、なんか
たまにいるんだよな、ライブしててもさ、そのかっこいいっすね、めちゃめちゃ最高ですって僕のタトゥーをね言ってくれる人がいるんだけど、別に そんなことねえだろって思うんだよね。肩着そうそうそう、なんだ、じゃあそういう人って。肩着なんだろうな、みんな肩着よ、99.99%。 そう、なんかね、別にそんな、ね、褒めるようなもんでもないけど、まあでもこう、なんか見た目をね、褒めてくれてるんだろうね。そう、なんか褒めて入ろうってね、その僕とのコミュニケーションでね、あ、イケメンですねとかね、背大きいですねとか、普通の人だったらさ、と一緒なんだろうね。まあ、入れ墨かっこいいですねになるよね、こんだけ目立目って立つればしね。ね。そうだ、なんか、なんぼほどお前ら1回のランチで思い出できんねんって思うんだろうけどさ、そのさっきの、オムデミグラスソースをケチャップにした、で、かつ食い逃げのカレーライスのジジイがいた中華料理屋での出来事なんだけど、どんだけあんねん。本当に僕と同じぐらい全身に入れ墨入ってるやついて、なかなか見ないんだよね。僕もね、年に1人見るか見ないかぐらい、手首、足首真っ黒の人って。やっぱね、こう、あるよね。こう場を乱す空気っていう乱かしてたね。 なんかあいつがいるだけでその場が変な感じになるんだよね。なんかみんなギクシャクするっていうか気使うよね。やばい、変な人いるっていうさ、あの独特の空気感。でもさ、あのお兄さんはあんまり悪いさ、雰囲気はさ、そんなにあはれしなはかっちょったとよね。若かったから、なんかこうね、なんかニコニコしてたし。そう、でもわしだってニコニコしてるわ。どうかな。ニコニコやろうが、お前。そう、なんかね、やっぱね、空気悪くなるよね。ああなるのが嫌なんだよね。そうそう。で、なんかね、俺らより15分前ぐらいにね、早く店出てさ、ね、とっくに帰ったはずなのに、俺ら帰るときに、まだ駐車場にいてさ、駐車場で座ってさ、3人ぐらいで喋っててさ、早く帰れよとかね。邪魔くせえなとか思いながら車出したらさ、ね、こっちメンチ切ってくんのかなと思ったらさ、めっちゃ笑顔で会釈しててさ で、いいやつかいいよやつか。笑顔素敵なやつかよ、ね、あのギャップがだから汚いよね。あれギャップあるよね。僕も自分で結構人生で言われ続けてきてるけど、あんなのさ、当たり前なんだよ。ああ、そうそうだそう。あ、自分が駐車場、あ、車出るんだって、あ、で、ごめんなさい、邪魔になっちゃってって言って、笑顔ですいませんってペコってね、頭下げるぐらい、大人なら当たり前なんだよ、あんなのも。まあね。そうそう。で、それをやるあだのけ人がやで、るからね。そうそう、それを笑顔でやるだけで、もう、あの笑顔を忘れらんないんだよそね。うだあ、ね。なんで、いい人ってね。損してんだか得してんだか。得してんだよ、多分。で、結局、その素敵な笑顔でペコってしたのにもかかわらず、気持ち悪いな、あいつ、汚い入れ墨出しやがってよ、クソヤンキーがって思うような人は、結局僕がどうあったって、その人とは僕交われないから。だから、結局その人とは人生で縁がないんだよ。で、笑顔で会釈をしたことによって、あ、あの人なんだよ、素敵じゃんって思ってくれるぐらいの人は、僕人生で関われてる可能性がある。で、関わるってなった時に、入り口がタトゥーで怖いから入って、ね、ギャップ萌えしてくれてるから、絶対に僕得してるんだよ。どうせ関わるんだったらね、そう、スタートがめちゃめちゃね、得して入ってるっていう、その話。フィスケなんか得しないでしょ、だって見た目で。ああ、でもどうだろうね。まあ、得したとは思ったことないけど、損はそんなにしてないような気もする。いや、わかんないよ、損は。ちっちゃいな、こいつとかさ。いや、でもさ、威圧感は少ないじゃん、ちっちゃい方が。ちっちゃい方がね。ちっちゃくて得してることは、まあ、思い浮かぶけど。威圧感少ないとさ、今度頼りないにも通じてくるじゃん、言い方を変えれば。いや、でも女性はそれをうまく使うっていうことができるから、一あ、そ応。のひ弱というか、か弱な感じをね、か弱な感かじ弱でい、か弱くて弱いのを演出することができると。言うと。まあ、なんていうの、ね、人に助けてもらうってさ、一つのさ、術じゃん、生きていく。そうだそう、ね。それがしやすいっていうのは結構得してると思うけど。まあ、あと30秒ぐらいになりましたけど、どうですか、ピースケさん。たまには犬レイディをぴったり締めてみてはいかがですか。
それはちょっとできないかもしれない皆様じゃあ最後はピースケさんの時間ジャストのおやすみなさいで、締めの言葉をお願いします。あれ今15秒だからそれではまた皆さんっていうかあのやばい、あやばい、おやすみなさい、ね、ぜひね皆さんまた見てくださいね。そうコメントでもね何でも残しててくださいよね。高評価ボタンでもポチッと押して買ってください。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい、おやすみなさい。